つて東海道の宿場町であった川崎は、現在の地域のほとんどが農村だった。明治時代までの川崎市の主要産品は米だったが、海に近い地域では梨や桃などの果物栽培や塩作りが行われ、沿岸部では貝類も取れた。特に海苔の養殖は大志海苔として県内最大の生産量を誇った。近代化の波が押し寄せる明治時代の末期には早くも川崎の工業化が始まる。当時の川崎町は地域活性化のために町を挙げて工場誘致を進めた。また品川、神奈川間を開通していた京浜電気鉄道、現在の京浜急行が1910年に貨物運送を開始。この当時としては先進的な電車輸送の利便性と、多摩川に面した川崎の水運により、明治末から大正時代にかけて多摩川沿いに多くの工場が建設された。京都川崎の始まりである。1913年に始まった川崎臨海部の埋め立ては1940年前後には水江町まで終了し、製鉄・石油化学などの工場が立地。戦時中には空襲の被害を受けたものの、その後見事に復興を遂げ、1960年代には日本最大級の石油化学コンビナートを形成するまでになった。こうして川崎市は京浜工業地帯の一翼を担い、高度経済成長期には日本のものづくりを代表する産業都市として大きく発展していった。そして工業化によって生み出された製品によって人々の生活はどんどん豊かになっていった。しかし川崎市が産業都市として拡大を続ける一方で、工場から発生する煤煙、粉塵、騒音、振動、排水によって市民の生活環境は悪化していった。特に煤塵や二酸化硫黄などによる大気汚染は広く市民の健康被害をもたらした。都市部の人口が急増したことで、自動車交通量や家庭からの生活排水も急速に増加。その結果、道路沿線の大気汚染や川に合成洗剤の白い泡が広がるなどの水質汚濁が進み、新たな都市生活型公害として大きな問題となった。公害の被害を受けた市民は、大気汚染をはじめとする環境改善のために抗議の声を上げた。こうした動きは後の訴訟へつながっていくことになる。また川崎市の公害行政に市民の意見を反映させ、市民参加による行政を進めるために、市民は市内各区に設置された公害監視会議等を通じて市が行う公害対策に参加した。市民の環境改善を求める声を受けて、川崎市は様々な対策を講じた。1970年に市内石油消費量の 90% を占める臨海部大手工場と大気汚染防止協定を締結。そして1972年には大気汚染の本格的な常時監視体制を整えたほか、全国に先駆けて1972年に総量規制を盛り込んだ公害防止条例、1976年に環境アセスメント条例を公布した。さらに事業者も公害防止に向けた投資を積極的に行い、様々な公害防止技術を開発し、工場・事業場への導入を進めた。川崎市はその後も積極的に事業者と協力しながら、ディーゼル車を中心とした自動車排出ガス対策にも取り組んでいった。このような市民、事業者、行政が一体となった取り組みによって、大気環境は大きく改善され、1979年度には市全域で二酸化硫黄濃度が、2004年度には浮遊粒子状物質濃度が、そして2013年度には二酸化窒素濃度が環境基準を達成した。水質改善に向けても下水道整備や生活排水対策等を行い、多摩川水系の川の汚濁指標 BOD は低下し、水質は大きく改善、多くの水辺の生物が見られるようになった。現在では市内を流れる三ヶ稜用水など美しく再生した水辺に親しむ取り組みが盛んに行われている。
川崎市はこれまでの取り組みを継続しつつ、大気・水環境のさらなる改善に向け、環境への関心を高めるための出前授業などを実施しているほか、電気自動車など次世代自動車の普及や化学物質の適正管理、高化学スモッグの発生を抑制するための取り組みを行っている。また今の環境を守るため、大気や水などの調査や研究なども継続して行っていく。ここでは私たちが日常を送る上で切り離せないゴミの歴史について見てみよう。江戸時代、もったいないと清潔にしたい精神がリユース・リペア産業を発達させ、高度なリサイクル社会を形成していた。明治の開国以降、都市への人口集中により伝染病が流行したため、公衆衛生確保の観点から法律が整備され、ゴミの処理について自治体が関与していくことになった。川崎市のゴミ収集は、昭和初期の頃は手車での収集を行っていたが、生活環境をより衛生的に保ち、ゴミによる環境汚染を防ぐためにいち早く機械式のゴミ収集車両を導入した。川崎市は生ゴミの毎日収集や普通ゴミの全量焼却を全国に先駆けて行った。また1971年には発電能力を持ったゴミ処理施設が誕生した。ところが高度経済成長期の人口増加や大量生産、大量消費などの影響からゴミの排出量が急増した。その後、ゴミの排出量はゴミ焼却場の焼却能力を超え、埋め立て地の限界が迫る状況となったことから、1990年に川崎市はゴミ非常事態を宣言した。そこで川崎市ではゴミの減量と資源循環に挑戦するために、地域から選ばれた廃棄物減量指導員による地域ぐるみのゴミ減量の取り組みや分別収集の拡大、収集回数の見直しなど、資源循環社会の構築に向け、リデュース、リユース、リサイクルの 3R を推進。他にも次代を担う子どもたちへの環境教育として出前ゴミスクールや、市民が参加してゴミ減量等に向けた意見交換を行うゴミゼロカフェなどにも取り組んでいる。また川崎市ではゴミ収集車の排ガス等を減らすため、1995年に全国初のゴミの鉄道輸送を導入した。1997年には廃棄物ゼロを目指したリサイクルの街づくりとして国内第1号のエコタウン事業の認定を受け、臨海部での鉄鋼、化学等さまざまな産業の集積のメリットを活用した資源の循環・有効利用の取り組みを進めた。川崎市のゴミ排出量は市民の皆様のご協力により減少しており、ゴミ非常事態を宣言した1990年からの約30年間で約 30% 削減。そして2017年からの3年間は1人1日あたりのゴミ排出量が政令指定都市で最小となった。川崎市は今後も市民・事業者と連携し、全国のトップランナーとしてゴミ減量に挑戦していく。今新たに大きな問題が立ちはだかっている。地球温暖化が進むと気候変動により自然・人間社会に深刻で広範囲にわたる取り返しのつかない影響を生じる可能性が高まるのだ。2020年の世界平均気温は観測史上最も高く、今後さらに気候変動の影響が大きくなると予想されている。川崎市は気候変動の脅威に立ち向かうため、市民・事業者が共同連携して2050年の脱炭素社会の実現に向けて挑戦を進めている。川崎臨海部の特徴・強みを生かし、カーボンニュートラル化に挑戦するのがカーボンニュートラルコンビナート構想だ。様々な製品を製造する一方で、市内で最も温室効果ガス排出量が多いエリアである川崎臨海部のカーボンニュートラル化に挑戦する構想だ。
海外から CO2 フリー水素を輸入し、エネルギーに変えて供給する水素の拠点形成の取り組みや、廃プラスチックや CO2 などを回収して素材や製品に戻す炭素循環、地域のエネルギーを有効に使うエネルギー地域最適化など、あらゆることに挑戦しながら2050年でカーボンニュートラルと産業競争力が両立するコンビナートの形成を目指す脱炭素アクション溝の口は、環境意識の高い市民・事業者との共同連携を生かし始まった2030年へ向けた取り組みの一つ。環境啓発イベントや若者世代の情報発信などにより、 3R の取り組みや環境に良い製品・サービスの選択など、脱炭素につながるアクションを率先して行う市民を増やしていく。さらに脱炭素アクション溝の口の取り組みが評価され、溝の口周辺が国から脱炭素先行地域へ選定された。この先行地域で大きな役割を担うのが、地域への再エネ普及拡大を目指し2023年10月に設立された地域エネルギー会社川崎未来エナジーだ。今後市民、事業者、金融機関等と連携して、電力、エネルギーの観点から地域課題の解決に向け挑戦していく。脱炭素社会の実現のために廃棄物処理でも対策が必要だ。2024年度稼働の立花処理センターでは、効率の良い発電設備を導入し、ゴミを燃やした時に出る蒸気で多くの電気を作り、さらなるエネルギーの有効活用を図っている。また市内にはプラスチックなどの資源循環の優れた環境技術を持つ事業者が数多く集積している。ゴミ焼却時に排出される温室効果ガスの大半がプラスチック由来であり、削減に向けてはさらなる資源化が重要だ。これからも脱炭素社会の実現に向けて、市民、事業者、行政が共同して資源循環の取り組みに挑戦していく。川崎市は新たな100年に向けて様々な取り組みを行っていく必要があるが、次の時代を担うのは支え合う全ての市民、そして若者と子どもたちだ。川崎市の新たな100年に向けて、若者や子どもが描く夢のある未来を実現していくために、様々なアプローチで2050年のビジョンを具体化した。将来世代が安心して暮らせる環境を引き継いでいくために、これまでの川崎が深刻な環境問題に取り組んできた経験を生かし、私たちは新たな100年に向かってさらに知恵を出し合い、夢を描き、互いに協力し合って、この新たな問題を解決していこう。川崎ならやれる、きっとできる。